どうもエルザです。それでは2を2やっていきたいと思います。まあ、続きをしていくわけですが、いきなり出てきそうだよね。やっぱ出てきたね。おやばっ、意外とそういう動きできたんだね。あ、やられてるね。ほい、ブスッとね。さあ、急に曲もなんか切ない感じになったけど、あー降りる感じか。あれムミオちゃんか、やばいな。下やばいね。こっちに抜ければどうにかなるね。問題は君か。いた。あと一体は、あ、いたいたいた。よし、あれがやばいんだよね。やばいやばいやばい。強すぎ強すぎ強すぎ。じゃあちょっとそっち。さあとりあえず解けたね。いやー、そうなればそうなれば一度普通に回復したい。あ、さらに上が出たね。ふう、あぶねえ。あーで、いるわね。そりゃ。そうだよね。君も。ここだ。かー、一発できねえな。く
楽めえ。舐めてかかったらやられてるし。矢を買いましょう。あれ？よしよし。これで OK だね。相手バレなければっていうところもあるんだけどね。何もいない。おお、塗り亀さん。ナイス。その動きやめろ。ちょっと離れて。赤？確定。激横です。激横です。危な。黄色だったか。怖いよね。危な。いやー、引く瞬間もか。下がる下がる。した気はするが、あれなんかヒントあるのかな。いやーダメか。硬いね。ここはアイテムだけかな。そうだね、そんな感じだね。で、あ、上から行けばはしごが降りるという感じか。おばば様、難しいね。ここは通れない。この裏に、あ、いたね。よしよし。
戦略かな。43、まあ50なんだよね今持ってるのはね。51か。んで、あ、ボス戦か。ボスは。どこへ。ミミオちゃんが捕まってしまったね。当たりもっけ。はい、無理。
呼べよこせ。痛い。一発で、いやーどうした達成。いや単純にめんどくさい。いやーマジで、いやーなんだろうね。
単純にめんどくさかったっていういやで、タッチか。いやー、なんだろうね。もうやっぱ大変だね、もうボス戦はね。やっぱりその小刀は幼い私を拾って育てたのは祖林衆。掟を守り、あやかしを借り続けてきた。ソハヤの刀が光を取り戻すとき、常闇を払い、亡者を清めると聞く。この手に残されていた唾が輝く道筋をようやく示した。みんな成仏できたみたい。おーい、な、さあ、分霊ももらいましたね。いやー、大変だった。マジ強いね。松永断じを久秀、信長様の道案内に参じよう。ついでに家康殿へも加勢を求める早馬を。フッ、柄にもない真似を。あれはお味方ですから。あれはしんがりが追いついたぞ。秀吉め、さあ、樋口に待つものということで、こちらクリアですね。いやー、大変だった。で、今回はここまでかな。なんか新しい、お、茶室ができたね。あー、それで先ほど茶碗がね客人関係するぞ、まあ、ここはわしの自慢の茶室。写しよと隔たれた隔離用の前を
お主もうすらとは気づいておるようだがな。隔離世にも馴染み深いとは、さすがあやかし混じりよの。いやいや、気を悪くいたすな。わしは風変わりなものに目がなくてな。お主はなかなか面白い。今後に期待しておるぞ。さて、今の世はまさに戦国。お主は移し世において戦働きをしておるが、隔離世においても様々な者どもの想念が形をなし、やむことなく争っておる。それ、この平雲の中を覗くがよい。平雲。あ、これは隔離世における日の本という。移し世との違いを見比べると実に面白かろう。すでに滅びて久しい武家が勢力を誇っておったりするからの。感慨深いわい。どうこれは何になるんだろうね。お主も一つこの隔離世の日の本での勢力争いに加わってみぬか。お主が関われば、勢力争いできるんだ。一層面白くなりそうな気がするでの。そう、ああこんな感じで選べるのね。はあ。いろいろと、ああダメージとかね。番号順。人数、陣営。前回の順位。あ、すごいね。被ダメージ半減。無傷の時に一発目ってことか。豊臣じゃね？あーまあでも一発目っていうところを考えると、あ、オフラインね。はいはい、所属します。さあ、チャッキーのチャッキー、どれ、わしが見定めて。さあ、お願いします。ふむ？お、意外とよかった。まずじゃな。まずまずか。さあ、天目ちゃん、50。知りたいことがある。ああ、こういうふうに見れるわけね。取引。ああ、仏鉱で交換できるんだ。あ、しかも、見た目もね、写しか。刀。メイソンだ、お、ああ、はいはい、ガチャみたいなもんだね。拍手とか。死に急がぬことだ。そうだね。で、これで多分チャッキ置くと、あ、やっぱ運とか上がるんだね。まあこのままでいいかな。はい、ということで、今回はここまでとなります。まあまあ、たたりぼけ強かったね、単純にね。ということで、次回はこの続きやっていきたいと思います。ここまでにご視聴ありがとうございました。よければ、チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。
本じゃまただ。